何も挟まずに貼ります。ここで貼るときに誰かいたらかわいそうなので、まあ、洋服脱がせますよとか声かけますね。で AED のパッド装着します、洋服脱がせます、うん、こんなにすぐ裸になる人いませんね。まあ、だいたいあのいろいろ T シャツ着てたり下着とかね、ですからまっすぐ開けるとかもしくはハサミで切っちゃうとかもあります。でこの鎖骨ってここに胸があります。この、まあ、横でもいいです、縦でもいいです、まあ、自分で鎖骨の下に貼ってください。でここに心臓ありますよ、コレクターをしっかりと差し込んでください、はい、そうしたら心臓を挟んだ対角線上になる場所の脇腹に貼ります。心臓を挟まないとダメです、ね、そしたら、はい、コネクターをここに差し込みます。パッドを装着してください。そうすると音声ガイドが変わります。心電図を解析中です。でここまでは押してるんですが、触れないでと言われたら2人とも押さないようにしてください。ここからは触っちゃいけない。触らない、はい、ショックが必要です。充電中です。 今この場で充電しています。体から離れてください。でこれを押すときに、まあ、こう触ってたりしてこのボタンを押すと自分も感電することがあります。ですから離れてくださいと声をかけて、誰も触ってないのを確認して電気ショックを行います。ショックが完了しました。一時中断中です。中断は2分間ありますので、どちらか疲れてない人がこれ貼り付けた状態でまた押してください。すぐやってください。すぐだって、はい、でもここで電気ショックを行ったことによって、この人が例えば痛いからやめてとか言ったり、まあ、そういう何か目的ある反応をしたらちょっと様子見てくださいね。でもそのままの場合っていうのはが多いと思うので、そういう時はすぐに救急隊が来るまで続けます。これまた2分経つと体から離れてくださいと言われますので、何をやってても2人とも離れて、また心電図を解析します。調べてもらいます、必要か。で必要だったらボタンを押す、必要なかったらまた胸骨圧迫をずっと続けます。救急隊が来るまで、例えば2回とか3回とか電気ショックやったら、何回電気ショックをやったかその人に言ってくださいね、覚えていて、何回電気ショックしたか回数覚えましょう、ね、覚えましょう。何回やってもいいんです。でもやることが必要なんです。それによってこの人病院に行ってから助かるか助からないか決まってきます。それから電気ショックっていうのは、ここに心臓があって痙攣しているような場合に電気のショックを与えて痙攣を止めます。止めたままじゃダメですよね。だからそこで胸骨を圧迫してあげて、外側からその止まっている心臓を動かしてあげることで、心臓が自分の力で元に戻ろうとする場合もあります。そのままダメになっちゃう人もいます。でも戻ろうとすることを願って押してあげてください。